どうもチャンネルガードマンの MI です。今回は重大発表があり、僕一人で動画を撮らせてもらってます。ナスティドッグの売り上げで支払おうとしていた税金のお金がなくなり、生活が厳しい状況になりました。このままチャンネルガードマンを続けても税金の支払いをできる見込みがないので引退しようと思いました。そこでファンの皆様のことを考えると、何かできることはないかと思い、個人チャンネルを開設します。ちぇ、待て待て、お前大事な報告でさ、お前ズボンちょけてんかよ。なあ、お前ふざけんなよ。なあ、誰のせいで個人チャンネル始めることになったねん。お前じゃあ、お前のせいじゃ。マジでマジでどうすんねんって、お前な、ちょけてどないすんねん。俺も税金が払われへん、勝手に買ってるから。お前がよ、なんでちょけてん。なあ、決めろってはよ、もうどうすマジで。俺から何もできへんやん。ちょ、もうあと、なんでそんなちょけてん、お前顔。なあ、え、いつ来るんすかその税金。もう来てるやん、もうお前もわかるやん。はい、はい、ちょ、お前何言ってん。そうだね、頼むから。どうしたらいい。 マジでどうしよう。ちょどうしようじゃない、その感じで。相当な額っすよね。だからどないすんの。俺も払いましたよ。エメイ君、やばいしろと思う。え、お前、おい。奥ね、ちょっと動画撮影してるから一回置こうかな。だからここには置くね。最初売り物になるかもしれへんね、これが、はい、この車が。え、エメイ君好きじゃないんすか。好きやけど、どないして払ったやん。じゃあ詳細来たら売られるやんけ。これちょ、一回冷静に考えよう。え、マジちょっとほんまに考えてよ。一回冷静に考えよう。一回ちょ来て。え、一回ちょっと冷静に考えてさ、うん、このナンバーはまずない。うん、まずいやろ。あとバーンって映すね。ヤクザって書いてますね。で言うなって、口で。口で言う。だからもうピーとかなるやんけ。すいません、マジで金ないんすか。先生、払えるわけないやん。え、アコムも行きました。アコムとかもう信用してくれへん、もう俺のこと。アコム行ってどうやったんすか。昔断られたよ、10万貸してほしいだけで。ある？10万で、あ、無理ですって。でも差し押さえされないっす、一応俺名義で買ったんで。大丈夫っす。やばいよ。はい、え、じゃあ俺何も残ってないやん。ちょっと待って、俺名義で買ったやつプレゼントしてるだけなんで。何も俺やばいな。差し押さえはされないっす。この辺あんま言いたくないんだよ、俺マジで親友やと思ってるんで。ただ偉そうな口聞いてきたら返してもらうで。どうする。どうするっすか。もう嫌や、ここにおんの。こいつらもう無理や。ちょ、マジで、もう最悪や。ちょ、マジで冷静に考えよう。ちょ、もうマジでちょっとお願い。ちょっと待ってな、ちょっと考えろ。うん、お、一球さえラメろや、お前ずっとそれ。ポク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 ポスチーン。おい、思いつきました。何が思いついたね。思いつきました。何やね、自販機の下あさる。もうやった。それもうやった。これマジお願い、もうほんまにやばいって。俺一回ちょ、暑いからちょ、貴様の家行こうよ。一回貴様って言い方ないの、お前。行きません。行こう、一回行く。一回行こうよ。一回帰れていいっすか。なんでやねん、お前。山ちゃん行こう。おい、戻っとくわ。バカにすんなよ、お前。いや、ツーシーターっすよね。うん、だから分かるなら歩け。じゃあどうする、どうする。じゃあ俺歩くわ。じゃあ俺も歩くわ。じゃあ一緒に歩こう。おーい。バラエティ番組知らんか、お前。歩こうって。歩こう。ちょっと歩こうって何や。走るからな。お前もう久しぶりなんで、その今さら当たり前もうガチだれ。ダルいの俺じゃー。まだワイドスピードも入れてない。そこかい。行こうかな。おお、ちょっと待って待って、ちょっとほんまにお願い。もう俺これ逆に飛び出するわ。どうしたどうしたんすか。すいません、急に大きい声出すから。急に大きい声出すから。もう嫌や。もう俺一個だけいい方法思いついてるんですよ。ある。誰からもうこんな動画撮ってんの。 LINE を消しとけ。あ、すいません、あのお金も必要ないって言ってるアラブ人です。全く関係ないんで。これは全く関係ないんで、ちょっと置いてみましょう。絶対関係ない。頼む。どうしにかせなあかんな。だからどうにかしてくれよ。今答えが今見えたわ。どうしよう。解決する方法がある。あるやん、2000万借りてくれよ。それちょっと一回置いとこう。まあ、どうでもいいから。しょうもない話やから、これ。そっちの話が気になる。もうほんま小さい話やから。大きいやろって一番出れへんけ、お前。どうする。どうするっていう。でも俺一個だけマジで方法あるっすね。その方法をみんなで言っていこうや。YouTube を個人チャンネル始めないですか。どういうこと。俺が。はい、 MI 君の個人チャンネルで、お前が自分で作ってるんで、お前が自分で金返したんやね。おい。
ちょっと待ってよ、自分で働いて稼げってことけ。はい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 、ライオンとかもそうやってます。ここなあ、はい、え、こいつ怖っ。え、でもマジでライオンって、ちょ、待て待て、でもマジで山井くん個人チャンネルやったら絶対バズると思わへん。ちょ、無理に決まってんやん。俺、だって一緒どっと思うってなってんやからや。いや、山井くん個人チャンネルで、山井くん車好きやんか。いやいや、みその無理、絶対だって俺らトークとか面白いドッキリとか、はいはい、俺一人でやって思うないもん。いや、でもゲームチャンネルも33万登録者とか言ってるから、はい、俺一人でやってるやん、もうそれは悲しい横におるけどうん、まあでもそれは間違いないと思う。でしょ、だからやったらええんじゃん。いや、俺なんか人気出えへんって言って、うん、で、しかもね、で、今から1からやるん多分きついやん。うん、1からね、今ちょっとヤバいサイトがあるんすよ。こう、まあ、宣伝とか案件とかじゃないっすけど、これ使ったら多分そこ100万人いくかなと思って。行くわけないやろ。え、今チャンネルガードマン再生回数思いっきり戻ってんの分かってる？いや、それは思ってるよ、分かってる、はい、自分が一番分かるよ。113万、134万、108万、102万、100万、93万、126万、97万、129万、113万、98万、94万、100万、105万、114万です。ほんで、MI 君の音源が88万です。おいおいやめろよ、頼むから言わんといてくれ。恥ずかしいでしょ、だよ。俺らずっと80万、70万やったやん。うん、今、重き調子上がってるやん。100万こんなに超えてるやん。え、ガチで、そのサイト使ってるからっす。それ使ったら多分、一瞬でバズるっす。え、そんなことないよ。え、で、俺が個人でしてもってこと？はい。一人やっても伸びるってこと？一人やっても伸びるっす。なんでこれ紹介するかって言ったら、はい、その、エマイ君が得た収益の、90% 欲しいんすよ。やめです。どうしたんですか？アラブに電話かけて。え、アラブ？はい。早いじゃない。アラブに電話かけて。ってなってないっす。副業とかでない職とかより、今 YouTube チャンネルやってる人めっちゃ多いじゃないですか。副業 YouTube？ はい。ちょ、これ、チャンネルトラッカーっていうサイトなんやけど、うん、俺、これ、ちょっと登録したんですよ。月額3960円なんですよ。あ、月額？はい。月でお金払わなかった？月で金払わなあかんの、ちょっと誰にうっとしいんですけど、うん、これで正直、30万再生は取ってるっす。いや、兄さん、そんなことはない。え、でも実際再生回数はめっちゃ伸びてるなと思ってた。でしょ？ガチなやつで。全部アドバイスしてくれんすよ。アドバイス？先生かおるん、なんか。あ、そう、マジそうです。マジそう。今、YouTuber 学校とか入ってるやん。あれ、行ってるやつ、脳なしやから。マジで。いや、何百万払ってんすよ。あ、だから、ここでやって、俺の税金とお前の税金払ったよね。なんでお前の払わなかったの？俺一人でやらせてくるね。税金担当チャンネル。一番やばいの言っていいですか、うん、タグ付けってあるんですよ、動画公開するときに。あるよ。で、タグ付けをはめたら、そのタグ付けに引っかかったら、うん、そのはじめ社長やったらはじめ社長ってタグ付けやって動画公開してるんですよ、はいはいはい、で、タグ付けはじめ社長とかそういうので同じタグ付けやったら関連動画に出てくるんですよ。そう、タグ付けした方がね、はい、はい、それで、これ人のタグ付け見れるんですよ、これ。フィッシャーズさんのこの YouTube のリンクコピーして、ほんで、このタグ付けっていうところ行って、はい、これタグ貼るじゃないですか、うん、究極っすよ、これ。え、どういうこと、どういうこと。わっさーって出てきます。でも、こんな感じで、タグ付け思いっきりしてるんですよ。これ、同じタグ付けしたら、うん、再生伸びるっす。え、もう検索で引っかかるんで。フィッシャーズ超えれる？いや、フィッシャーズは超えられない。だって、それに関連で出てくるだけやから。だから、ガチでこれ使ったら、ほんまにやめくん、伸びるっす。YouTuber でやってて、底辺の人とか、マジで登録した方がいいよ。YouTuber 学校行ってる脳みそ、やつら、はい。お前、それ、ほんまやめとけ。おるねん。しかも、高い金払ってんやろ、お前。そいつらは幸せにさせたれよ、それ。YouTuber やってない人でも、やってもいいと思うで、これで。料理チャンネルとかでも、一瞬で伸びんで、これ。料理できる女の人とか。ね。ガチでやった方がいいと思う。これあったら、誰でも伸びんもん。ってことは、俺もそれを活用しながら、しかも知名度も使ったら。あ、もう、余裕でしょ、ね。100、200、300、ポン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 。100、200、300はもう、ほんちゃん超えてあった。ほんちゃん超えちゃった。の動画なんですけど、タグ付けにいましたもんね。えぐない？それ P やわ。P でしょ。個人チャンネル始めましょう。いや、別にそれはええよ。100ブースってやんの、はい。でもお前、すぐお金必要やん。え、それはもう大丈夫です。それは石油王がいるんで。
この動画上がってる次の日からエマイ君の個人チャンネル始動させましょう。やります。じゃあエマイ君ちょっと頑張るって言ってるんで、概要欄とコメント欄にはこのサイトの URL 貼っときます。なんでやねん、おい、マジで登録した方がいい。おい、俺のチャンネルを貼れ。いや、これマジでほんまに副業とかで始めてみ、みんな。うん、俺が始めんねん。